じゃあスイちゃん、ノルウェージャンフォレストキャットのスイちゃんの尿鎮鎖所見ですね。今真ん中辺にちょっと固まって青く見えるのは細胞成分、死んだ細胞から、おっと、ここにバッテンが見えますね、3つ。これ結晶、シュウ酸カルシウム結晶。うっと、これはシュウ酸カルシウムじゃないね、こっちは。これはもしかしたらストラバイト。このバッテン、このバッテンはシュウ酸カルシウム。そのダブルで出ることなんてあるんだろうか。というのはシュウ酸カルシウムは pH が6で出ます。でガリン酸マグネシウム、ストラバイトはこれは pH が8ぐらいで出る。逆のやつなんだよね。なんでそんな両方出てるんだこれ。まあどっちかというとシュウ酸カルシウムの方ですね、これね。でスイちゃんは鮮血反応とか出てないんだよね。見てる、スイちゃん見てるとよかったね。この四角いのは何か分かりません。結晶であることは分かります。でもこういう風になってると分かります。シュウ酸カルシウムですね。あっと全然違うところに出た。はい、まあ結果としては赤血球、白血球は出てません。細胞成分出てますけど、あ、これ顆粒円柱かな。これ顆粒円柱っぽいの出てますね。でもそんなたくさんは出ている感じではね。それでも中酸カルシウムが気になりますね。結構ちょこちょこちっちゃいのが出てます。